お山椒ベースは JR 岐阜駅に直結した商業施設の中の一部として、SDGs の発信記事であったりとか、あと SDGs を共通言語としていろんな方々に訪れていただくプラットフォームの役割も担っています。いろんな方々に一緒にコラボレーションをして一緒に地域社会の豊かさを作っていきたいと思って行っています。山椒ベースの向かいにはサンデーズグッドという SDGs のライフスタイルショップも展開しています。フェアトレードのものであったりとか体にいいもの、地元の伝統工芸も素材等もありますので、皆様の生活の一部で考えるきっかけになってもらえればと思っております。現場監督のやりがいは50棟あったら50棟全く同じ家ってなくて、1棟1棟違って、お客様の思いも1棟1棟違って、それを形にしてお客様に提供できるっていうのがものすごくやりがいがある仕事です。今住宅営業で一人一人お客様がですね、家に対する思いっていうのが違う中で、それが実際実現ができて、お引き渡しの時に涙されるお客様とか、すごく家族みんなで喜んでくれるお客様の姿を見てやりがいを感じて働いてます。子育てもしたいっていう思いがあったので、預けて働きたくないなっていうのが一番山椒工業を選んだ理由になります。で、4年間子供を連れて働かせていただいた中で、本当に子供に対してみんな温かくて、一緒に子育て会社でしてもらって、私もすごくリラックスして働ける職場だなととても感じたので、今、3人目をこれから出産して、これからもここで働き続けようっていうふうに思ってます。山椒工業ではこういったカンガルー出勤もできる職場になってます。最初に事務の仕事で入社しました。で、現在1年経ってどうなってるかというと、それプラス、お庭ですね、キャンプできる庭というそういった部門で、お庭の図面の方も書かせていただいております。やりたいことをやらせていただける、チャレンジさせていただける、会社になってます。自分の夢が叶う、そしてその夢が叶った先に誰かの幸せがあったりだとか、誰かの役に立てているっていうことが今の仕事へのやりがいであったりとか、自分のこの仕事をしている意味かなと思ってやっております。まず外国人っていうのがあると、日本人との間に壁があって、で そこで信用とかもつかみづらいんですけど、三社 の事務所に来ていただいた時に、営業さんと会話する中でその壁を全く感じず、日本人と同じ対応の仕方をしてもらって、そこで信用をつかみ取ったので、ここで他にたくさんの外国人も立てていただきたいという意味で、今も正社員として頑張っていらっしゃいます。